皆さんこんにちは。前回のスポーツスターミーティングの様子を一緒に見ていきたいと思います。前回の動画でも上がっていた主催の Y 氏のスポーツスター、マフラーが輝いてますね。今日は本当に晴れてよかったよね。こちらはツインキャブで一躍有名となった T 氏のビューエルリジット。ジョインツでは本当に大人気で、たくさんの人に見てもらいました。ありがとうございます。ところで一体何をやっているのでしょうか。なかなかお目にかかれないスーパー XR、 5足の腰下にオリジナルのヘッドとシリンダー、そして特徴的な FCR の2連装、左側に大きく張り出したマフラーが痺れます。トライバルカラーが特徴的な1台、リアの処理や CC バーの作りなど見どころいっぱい、ハンドルもおしゃれに決まっています。インディアン乗ったことないので一度乗ってみたいです。おしゃれな感じにまとまった48、こちらも48。来る時に湾岸線で一緒になったスポーツスター、めっちゃ速いと思ったら FCR ついてますね。リアの処理も綺麗です。フルボトムされたタンクがとても素敵です。最近よくつけてくれって言われるバディシート、アブラブタンデム号には必須アイテム。これはスポーツではなくてダイナです。かっこいいですね。新しい年式のスポーツスターもレインボーカラーだ。こちらもレインボーカラー。レインボーカラーってかっこいいですよね。いい雰囲気のスポーツスターです。ビビッドなイエローってかっこいいですよね。ピッカピカな72、こちらも72、綺麗に維持しています。48かな。こちらの車両もいつか紹介したいですね。こちらの車両は次回紹介する予定なのでお楽しみに。個人的にこういう車両は大好きです。タンクの位置がいい感じですね。これラバーなんですね。最新型と旧車が一緒に並ぶってなかなかいいですよね。 Y 氏この日のために作ったであろうマフラーがいい感じです。 AMF 時代のタンクデザインって人気ですよね。ツーリングもしちゃう AVCC マシン、しびれますね。今サンダーヘッダーってなかなか手に入りにくいですよね。綺麗なパンです。ラバースポーツながらいい感じにまとまってますね。こちらもラバースポーツ、綺麗な焼け色のマフラー、いいですね。さっきのラバーのスポーツですね。こちらもラバースポーツ。まさかの姫路ナンバー。今回は東日本と西日本の中間地点っていうこともあり、遠方から結構な人たちが来ていたので、なかなか胸熱でした。しかしこのマフラーいい感じにいかれてますね。なかなか手の入った車両みたいです。この日天気もとても良くて、多くの車両が集まり、思い思いの楽しい時間を過ごしてもらえたかと思います。同じ車種が一堂に集まるイベントっていうのはなかなかないので、特別な時間ですよね。今回のスポーツスターミーティングは愛知県警高速パトロール隊の皆様が仕切ってくれました。途中の道中のパーキングエリアの誘導から安全の呼びかけ、会場での車両の配置位置、そして温かい目で見守っていただきました。イベント終了間際になると、そろそろ時間ですよと言って最後まで見送ってくれました。ありがとうございます。そんなこんなで無事に終了したスポーツスターミーティング。帰りの道中ではみんな迷子、飛ばしすぎでバラバラになっちゃうんですよね。いや制限速度内ですけど、あ
この車両もかっこよかったですよね。ラバーもインジェクションもまだまだたくさんの可能性があるなって思えてきますね。この2台はペイントがすごかったですね。ペイント屋さんでしょうか。かっこいいショベルも来てましたよ。エボスポにノートンのマンクスタンク、なかなか車列気が効いていますよね。ルミノロケットカウルに単眼のメーター、ダートのアップマフラーとブロックタイヤが独特の雰囲気を醸し出していました。最近になって思うのは、こういうド定番の車両ってすごくいいなって思います。そしてラバーのカスタム車両が結構多いなっていうことに気づかされます。懐かしい感じがしますね。グラベルクルーの車両ですね。太田さんは全然見てないけど元気にしているのでしょうか。はてまた、これもものすごくカスタムされた1台。ネック周りがストレッチされています。タンクの取り付け方、テール周りもすごいことになっています。さらっとしたショベルのリジットっていいなって思います。やってないようでやってあるスポっていいですよね。開花堂のアイアン、小川雅夫ワールド全開です。インスタで有名なインフルエンサーの矢野さんのバイクみたいです。彼の撮る写真はかっこよくて結構人気みたいですよ。しかしたくさんのバイクが並んでいます。これ以上使えないでしょ。じゃあ PPU フルサイズだ。いいです。これのアスコア80 80キュービック、キュービック。ちょっと T シャツ作ろうかな。フルサイズ世代80キュービックって。80年しか買えないじゃないですか。刺さるよね、だいぶ。ね、そうなんだ。かっこいいよね。のくらいの車だ。ここからは練り歩きながらバイクを一台一台紹介していきたいなと思ってたのですが、さすがに台数が多すぎであんまり取れ高がなかったです。ごめんなさい。これスポーツじゃなくてダイナなんですよ。こちらは正真正銘のスポーツです。いい雰囲気の FXE。 こちらのアイアンも良い佇まいです。いい雰囲気の車両って良いですよね。すみません、新型の名前がスッと出てきません。ラバーのスポーツって走りに関してはめちゃめちゃよく走るんですよね。パパさんでもかなりよく走ります。しかしどの車両も思い思いにカスタムを楽しんでいて、見てるこっちも楽しくなりますね。個性豊かな楽しい車両でいっぱいでした。自分とこのパーツがついているのを見ると嬉しすぎますね。このスタビライザーは好評発売中です。オイルいちいちおしゃれな色してくるよね、モンちゃんとか。そうだ。とか、スクリューのキャップに色味が。あ、重点か。モンちゃん多分作ってる。ああ、これもう雑すぎんこれ。これ。YouTube で何？それがいいんじゃないの？それがいいの？こんなおしゃれファンデル。拾っとけよ、お前。買った。売ってるよ、いくらでも。いっぱいあるよね、FCR のパーツは。変な中国製買っちゃダメだよ。変な中国製買っちゃダメだよ。アマゾンとかに騙されて。いや、騙されるんだから。騙されてる、この人。送ってこら、振り込んで送ってこらなくて、詐欺サイトにかかって。本当なんか昔安田さんもあったよね。そう。女主人にやられた。あの頃流行ってる。アップのスーパートラップを見るたびに
自分もなんだか欲しくなってきちゃいます。なんか独特の魔力みたいなものがありますよね。やっぱり個性的というか、なんというか、独特な世界観と独特のスタイルですよね、本当に。最近こういう走る部分のパーツまでしっかり手が入っている車両ってときめいちゃいますね。かなり過激にカスタムされた1台。こちらが元の純正。こちらも純正に近い形。こちらはサーキットを走ってあるであろう車両。タイヤがめちゃ使われています。やばいっすね。すいません、 FCR のセッティングメモらせてもらいました。インナーチューブもブラックで。誰かこれやりましょう。やっぱりリアルに走ってるバイクってめちゃくちゃかっこいいですよね。やっぱりスーパートラップがすっげー気になっちゃいますね。皿の量すごい。 AP はいつもかっこいい。スーパートラップがなんだかめちゃくちゃ気になっちゃいますね。なんかすごい配線取ってるもんこれ、ちゃんと純正スイッチで、ね、でこれなんかいいね、華奢なこのライザーもさ、ごつくないので、うん、このタイヤね、あんま聞いてなかったけど意外に結構溶ける。いいんだ、めちゃくちゃ打てる気がする。マフラーやばい、俺も好き、天高くっていうね。これさ、もうメットがさ、これリーフなんだよね。リーフ、え、全面リーフ。全面リーフだよね、これ。行かれてんね。やっべえ。にしたんだね。あ、独立戦火で、動かして。そう、すごい、これ切って、これで被せて、隠してんだ。ね、合わないから。上手に作るね。おばちゃん。純正や、純正レバーや、これ。丸めとんのこれ。加工してる。加工してこれ。純正だよ。やば。すごいな。すごい。こういうとこにこう入って面白いよ。ああ、面白い。いや、変だ。川、川、ちょっと見て、川。川。これ YouTube OK かな。大丈夫かな。やばい、言い出した。かっこいいね。いいね。おしゃれやん。パワースパーだろ、これ。パイパーか、やっぱり。ダイナー何のタスなの？長いな。長いね。純正でなくて、すごいしさ、かっこいいよね。90周年なんかだね。僕知らないけど。もういった。90まであんのよ。うん。90ちょっと。すげえ。いいね。ドライダーカラーや。ちなみに、あの、年式によって、このフェンダーの角度が純正フェンダーね、丸いやん。え、はい、ここはまあ、タレストラップの世代だけど、ストラップが枯れてね。そうなんだ。確かに。何あの顔。本当でも全部。あ、全部だね。はい。レーシングカラーで、わっすごい。じゃあかっこいい。あ、やそう。マジ？一番高いキャリバーだと思う。うん。あ、ちょっと待って。C 状態。すごい。なんかさっきの人みたいな。すごいね。いいね、こんな縁まで。いい。ファンヘッドいい。このショップ。そっくないよ、美味しくならん。あ、そう、これ乗ってんだよ、これ。
んだろう、支柱だと。あ、ちょっと待って、ここ見てください、これ。ここから見たことあるやつがついてます、これ、ほんと。詳しく車両紹介しちゃいけない、これパーツ紹介。うちで販売してるんで、スポーツスターじゃない、サンキホークにピッてつくようになった。またちゃんとね、レビューじゃねえよ、紹介しようね。嬉しいね、これは嬉しいから、動かないな。なんかカーブテール変わってるね。ね、鋭角的なパースーパー XR、みんな大好き。あのエボリューションだよね。上半分すごいね、これ作る意味わからんよね。あれ本当はデモグトだよね。違う、だからやばいことだった。あれはねえと思った。焼いてかっこいいと見せかけて、いいサスがついたりしちゃってるととてもいいですよね。関東スポーツスターミーティングの代表の人の車両みたいですよ。この車両もとても気合が入っていました。この車両は過去にワンオフでマフラーを作ったり、トップブリッジ周り加工したり、なんかいろいろやった記憶があります。エンジンがビュエルなんですよね。車両ほぼボルトオンでできてると思うんですけど、めちゃくちゃ雰囲気がいいですよね。普通にかっこいい。しかも4速スポなのかな。この車両もよく見るとラバスポなんですよね。もうラバスポに見えないですよね。スポーツのロングフォークって結構難しいんですよね。2台ともいい雰囲気でした。帰れないもん。俺たち帰れないもん。結構減っとくやん。まあ 500cc ぐらいなもんだろ。いや 500cc じゃねえだろこれ。だいぶ入ってる。燃費は気にしないと。もう気にしない。いつもある。あのお金ばらまきながら走る。それじゃあ次俺。え？これか。じゃばーって。トラッカルじゃないですよ、そこになるやん。 OK。 あ、OK。 俺も入れる。俺も入れてほしい。それどこ止めたの？スポーツ。
これ元のデザイン、ドイツのチェリカンってやつがあって、ドイツはこの燃料管が画期的だったもんで戦争に勝った一時戦ですね。ここでもう敵軍はドイツのチェリカンの性能がめちゃくちゃいいもんで、それを隠してパクって、じゃあうるせえよで当時フランス軍で、まだ続くんか、フランス軍丸じゃべんな、ま、丸を横にこう切ったようなタンクで、いやスペース邪魔やんみたいな、これめっちゃくちゃ飛ばしてきた、明らかに一番入っとんだよ、俺めっちゃくちゃ飛ばしてきたもん、ちょっとレーダー振り切っとったもん、210キロぐらい出てた、すごいね、タンクキャップの位置が分かっとるっていうね、うわスポーだってこれピザ、うん、ビーカブスーパー分かったよ、分かったよ、おしゃれクイックファスタルマン、おしゃれ、ちいちおしゃれだね、いや、これ掴む旋盤で切っちゃうよね、これ掴むと、あ、フォローしてる、フォローしてる、うん、裸にした、いや、このレバーはどこなの、あ、これ1インチのやつがあるんだ、何だったっけ、はい、このやつね、ベルリンガーなっちゃった、イラッとくじいたくそう、ベルリンガー1インチあるんだね、うん、SS なんか排気量変わってるね、このヘッドにするとプラグがあのなんだビッグツインと同じプラグになります、あ、そうなんだ、ね、何これ10年ぐらい前これ作った曲があるね、インナーチューブで買えてたの、うん、最近これね、エクステンションで差し込みのやつをね、作った、十分なの、